川端です。よろしくお願いします。今回はこの図において PQ たす PR の長さを求めなさいという問題です。気づけば一緒にして解くことができます。ぜひ考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まず、この PQ の長さですけれども、ここの PQ ですが、ここに四角形 ARPQ があって、これは平行四辺形ですね。こことここ平行、こことここ平行なので、二組の対辺が平行である四角形平行四辺形。ということで、平行四辺形なので、この PQ の長さっていうのは AR の長さになります。続いて、この PR ですけども、ここの PR ですが、今、RP と AC が平行ですよね。平行っていうことは同位角が等しい。つまり、ここの角とここの角が等しいということになります。で、もともと、角 ABC の B と角 ACB の C が等しいわけですから、三角形 RBP は、これ二等辺三角形なんで、角 RBP と角 RPB が等しいということですね。したがって、ここの PR の長さは結局 BR の長さと等しくなるわけですね。よってですね、この PQ が今言ったように AR の長さ。で、PR の長さは BR の長さ。ってことは AR 足す BR、つまり AB に変わり、AB の長さは6ということで答えが出ましたよということになります。わかったかな？以上で解説を終わります。では。